中ほだての調整についてご紹介します。中ほだてと扉の隙間に合わせてモヘアの位置を調整できます。マイナスドライバーを差し込んで回せばモヘアが出入りします。マイナスドライバーを使用して調整部3箇所を回転させて調整します。引き戸本体とモヘア先端は1ミリから2ミリ程度の隙間を確保してください。